イドリースイー、ムハンマドアルイコールイドリースイー、アラビア語、アブー、アブッドアラ、モハンメドアルイドリーシー、イドリーシー、1 9 9年、1100年1165年、1166年、1180年,11年は、中世に活躍したアラブ人の地図学者、地理学者でもあり、史上初めて正確な世界地図を作成した。 村人町地聖下にあったアフリカ北部のセウタ、現在はモロッコ内スペイン領の飛び地で生まれ、コルドバで勉学に勤しみ、アンダルスや北アフリカの各地を旅した後に、ルッジェーロ2世当時のシチリアに招かれた。彼の父は生誕地でもあったセウタだと言われている。今日まで伝わる学問的な業績とは裏腹に、イドリースイー個人の自責は、 キリスト教徒の側にもムスリムの側にもまり伝わっておらず、正確な生没年すらわかっていない。例えば、ルッツェーロ二世の死後に、息子のグリールも一世に仕えたのかについてさえ、諸説あって、明確にわかってはいない。彼は、イドリースイという国や、出身名が示す通り、マグリブの地方政権であった、イドリースアサ、八十九年から九百八十五年の末裔の一人で、 すなわち預言者、ムハンマドの子孫であるためあるイコールヤリーフあるイコール、イドリースイーある、シャリーフあるイドリシーとも呼ばれる、イドリースアサは正当カリフアリーとムハンマドの娘、ファーティマとの息子、ハサンの彦である、イドリースを子孫とする。また、シャリーフとは、サイードと同じく預言者、ムハンマドの子孫を指す、尊称の一つ。イドリスが、アジアアフリカヨーロッパ域を網羅する、 初めて正確な世界地図、ローアルトルッサム、千描画の板の絵を描いたのは、1154年、ルッチェーロ二世の宮廷で18年間にわたって、作成した図解と説明をまとめたものだった。彼の地図は、タブラ・ロゲリアナ、タブラ・ロジェリアナ、解説本は、ヘオグロフィアと呼ばれ、これらを合わせて、ニューザット・アル、ムースタック・ファイ・イクティアック・アル・エイエフ・キュ。 世界横断を望む者の,の慰みの書という名が、ルッチェーロ二世によって付けられた。ただ、イドリースイ本人はこれを、キーター・ブルージャー、または、キーター・ブ・アル・ルジャーリー、ルッチェーロの書の意と呼んだ。ニューザットある。ムースタック・ファイン・イクティアック・アル・エイエフ機は、イドリースイ自身が踏破し、調査を行った地域を70枚以上の地図上に説明し、当時の地政学及び社会学的知見についての、 外説を加えている。一方、キャルタとトアル、アラムアールエムエアイムアワーミンアあル、アード、マップオブザインハビテッドリージェンスオブザアースでは地球を、赤道から井戸23度までの領域を一番目とし、続けて、合計7つに分けている。この7番目にあたる、北緯54度から63度までは寒冷と、降雪を理由に居住不可能な領域と定めている。また、 4 0 0ラムの純銀を持ち地球全体を網羅する地図を作成したとことれている。そこには7つの大陸と通称用の航路、湖や河川、主要な都市、平原や山が描写されていた。1161年には過去の地図を拡充した、キーターブあるジャーミエルアイ、アスタットあるナバットや、ロードあるンスはニューザットある、ナフス、 ズガーデンズ・オブ・ヒューマニティザ・アミューズメント・オブ・ザ・ソウル。人間性の庭と魂の楽園の意を作成した。本書は医薬を作る原料となる草木や鉱物が入手できるの場所を歴記するなど、イスラム社会が持つ科学的知識を数多く反映していたが、これは写しを含めてすべて失われている。すでにイドリー・スイ本人は亡くなっていたと思われる。年には、これの簡略版。 ガーディノフ・ジョイス、ただし通常は、リトル・イドリシーと呼ばれるが出版された。イドリー水は自らが立つ大地が休憩であると語り、確信を持っていた。彼は、完全に平行したものは水を流動させることなく、一定の場所に止めるが、この世界では、水が循環していると論述し、これをもって、証明とした。これら地図は、 必ずしも全てにおいて正しい史実を反映してはいない。資料にことかく際、他に失点を求める方法は当時そして以後の数世紀にわたってよくあったことだが、イドリースイーの地図にもそれは見られる。例えば、ポーランドにあたる地域について、山に取り囲まれた国という記述があるのは、現在のチェコ共和国に相当する場所の資料と混同していた推測される。 イドリースイーの地図はイスラーム世界では早くから様々な写本が残され長くその知識は様々な形で引用されていくことになった一方同時代のヨーロッパではイドリースイーの地図はあまり活用されずようやく1592年になってローマで縮小版がさらに1619年にはパリでラテン語訳が相次いで出版された しかし二人のマロン派の学者によってなされた1619年のラテン語訳はヌビアの地理。ヌビアは現在のエジプト南部からスーダンにかけての地域という題名が付けられ、その内容も不完全なものであった。それでも、イドリースイーの地図がルネサンス期に活躍した探検家や軍隊にある程度の影響を与えたことは、確かで、その価値は栄、ええ、よこそ、 クリストファー・コロンブスに独占された感もあるが、特筆すべき高きものと言える。地理情報システムの一つ、アメリカのクラーク大学開発のソフトウェアには、イドリジーの名称が付けられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。